お疲れちゃんです。タロットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけども、今日はですねこちらの白撃ディガデッキやっていきたいなと思います。でこちらのデッキなんですが、なんとですね前シーズン世界一麦ですね。はい、こちら麦が前シーズン世界一取りました。いやこれめちゃくちゃすごいですね。本当にすごいことで、しかも彼自身2度目のねマルチフィニッシュが世界一ということで、いやもう本当に化け物っぷりをね見せてくれたんですが、まあ、そんな彼がね最後に使っていたのがこのね迫撃ディガーデッキと、まあ、いうことなので、まあ僕もこのデッキ完走してますし、なんだろう、こう皆さんもねウルトラリアこれディガーと打っただけで結構組みやすい方だと思うので、まあ、このデッキ使えれば世界一いけるよっていうのをね彼が教えてくれましたというわけで、まあ、このデッキちょっとね、上手くなりたいなと。来シーズンと、まあ、そしてね、進化系になって、まあ、今シーズンですね。両方とも環境はまだ変わらないので、基本的にやっぱ前シーズン強かった。まあ、彼が使っていたこの迫撃も、まだね、全然使える環境が続きますし、また、エレジアイだったり、まあ、ゴレだったり、またそのゴレクローンだったりだとか、まあ、前シーズン強かったデッキはね、今シーズン、そして来シーズンも、まだまだ強いよっていう環境が続きますので、まあ、使えるようになってね、損はないかなというわけでやっていきます。まあ、でも、若干ね、こう、環境が変わらない、シーズンが変わらない間でも、なんかこう、メタがね、生まれたりして、ちょっとは変わったりするんですが、まあ、基本的にはね、やっぱ変わんないですね。さあ、来た、よろしく。でちょっと今ね直近の僕マルチ5戦中ね4戦ぐらいコカッちゃん当たってるんですよ。だからコカッちゃんがねやっぱもしかして、いやそうめっちゃ流行ってんですよ。でまあ前シーズン前々シーズンぐらいからマジでコカツはずっと流行ってるんですけども、前シーズンね終わり際は、ね、ちょっと減ったんですよ。まあ多分というかゴレクロねゴレクロに勝てないんですよね。そう。今、序盤だからゴレクロがいないのかな、わかんないんですけど、そうそうそう、マジで、コカッちゃん、今直近だから6分の5ぐらいでやってますね。やばいぐらいきれい。しかも今回もアウトロープリンス型ですね。これ、ちょっちゃディガー飛ばしてればよかったな。そしたら、残り物の迫撃でさ、相手のなんだっけ、なんか対応してきたユニットをさ、処理できた説があるんですよね。いやーこれはまあギャングかなんか、よいしょ、ファイブっても削っていきます。ちょっとやりすぎかもしれないけど、序盤から積極的にねいきます。さあ受けるで、まあ本当はディガー削りですね。なんか枯渇デッキもなんかねこれ絶対勝たないといけないと思うんですけど、僕結構負けたんですよね。そう普通はね、なんか枯渇使いみんな上手くて、端前プリンとみたいな、端前プリンやられるとやっぱねペースが狂っちゃうっすよね。あれコカッちゃんてかゴブリンバレルが、ゴブリンバレルじゃない、プリンセスがね、もしかしたら来シーズンのその次ですけど、下放される可能性はないことはないんじゃないかなっていう気がしてます。さあギャングで受けられる、まあまあこの辺はね、なんか困ったら防衛迫撃しとけばいいので、正直ね、そう困ったら防衛迫撃、そしたら相手もねプリンセスとかフキアとかアウトローガールとかが結構ね残らなくなってみたいなね感じです。基本的にやっぱ攻め迫でね戦いたいんですが、けど、まあ、対戦相手によってはまあ攻め迫あんましないとかもやっぱありますね。さあこれでプリンちゃん攻撃してくれる。いや残って迫撃ファイブ打てばよかったか。いやでもあれは遅めのフキアにファイブを、あぶね、今絶対当たんねえと思った。やってもとは思って。よしよしよし。さあで、ちょっかいかけながら防衛迫撃ですね。もう逃げます。本当に。攻めないです。防迫しても一緒に守ります。さあ。で、ここは、あ、タワーの方に寄せてあげればよかった。あのプリン早く処理して。迫撃迫撃 !OK。いや、よくやった。よし。君の仕事はもう終わり。で、まあ防迫置いて、これがね強いですよね。あとはまあディガー5とかしとけば、まあ、ギャング使ったらこれディガー使っていいですね。よいしょ、オッケー。まあ基本的にギャングで僕のディガー受けられるんですよ。ギャングさえいなかったらディガーがほぼ確で通ると思っていいですね。でこれなんなら防迫残ってるし、攻め迫でねペース変えちゃおうっていう。さあタワーが
ヤコラッターゲート取れない。さあ、まあ延命してあげるでしょ。あ、今の5いらんかったかな、もしかして。まあまあまあ。まあまあ。で、ギャングいるので、まあ、ディが今飛ばしたところでなんですよ。そう、だから、一回飛ばさないっていう。で、ギャング使ったので、飛ばしてあげてっていうね。このサイクルは結構いいですね。で、僕のあの、ディガーがね、今多分5回ぐらい投げて、全部あそこに投げてるんですよ、僕。だから、それだけちょっと気をつけたいな。さあ、読みウッドとか来んのかなとか思いながら、さあ、ロケ削りが来ましたね。そう、これは多分八面迫撃読みとかなのか。もうロケ使ったもん、ね、しかも。いや、これ裏でよかったな、絶対。うん。あ、待って、来た。最強エリババ。ガン無視してる。やっつ。いや、これは決まったっすね。今のエリババで世界が変わりました。で、もう一回エリババ行ってあげて。いや、こんなエリババも強いぞ。さあ、迫撃も入って、さあ、グッドゲームですね。オッケー。なんか基本的に、攻め迫撃すると、まあ、コカちゃんだったらまあ、あんま関係ないんですが、こう、ジャイとかゴレとかエレジャイとかで、攻め迫撃して、その瞬間に逆サイドこう、端前から攻められたりとか、無視されて、形組まれると止まんないってことがあるんですけど、このエリババがいるんでね、この攻め迫撃して逆サイド来られても、基本的にエリババでやっぱ守れます。なので、まあ、積極的に攻め迫撃して、相手が対応してきたところをマスケだったり、まあ、ユニットで回収してカウンターの D が。だからこのサイクルがね、基本的には強いですね。まあ、コカちゃんとかはなんか今みたいに、イモリ続けてもいいと思いますけどね。防衛迫撃も強いので、ちょっとね、迫撃攻めでなかなか通んねえなっていう相手には、ずっと防衛迫撃したりとか、まあでも、流れを変えるために攻め迫、防衛迫をね、使い分けるのが結構大事なのかなと思います。しまして、よろしく、スーモン。で、槍ゴブリンはですね、まあ、陸受けだったり、まあ、スケラ受けだったりって使えるんですが、基本的にもうこの端目で、突っ込む役ですね。はい、とりあえず突っ込んで、先にね、さよならしていくユニットですね。まあ、出すだけで、損することがないっていうカードですね。槍ゴブ。いやー、これ、あんま使いたくなかったですけどね。エリババ。で、ラムザップか。ワンチャンメガラムのザップだけど、神技、陸、そうですね。なんか陸で攻める系かなと思いきやさ、メガラムですね。多分っていうか、もう出たな。メガナイトラムの、なんか、形がね、ちょっとレアな。これマスケ残んねえのか。あー、なんか、ちょっとやばいな。メガラム、タルがあるか分かんないですけど、基本的には雪玉なんですよ。雪玉ポイズンタルババ。で、今のユニット編成なんですけども、ザップだったから、ちょっと違う可能性ありますね。ファイアボーザップだったり。まあ基本的にはポイタル雪。でも今だとポイタルザップって感じですね。で、まあ白雪、これ置いていいと思うんですよね。ラムライダーは防白で全部守れます。メガライダーとか来ても余裕でね、止まります。さあ、これは、まあまあ、で、ケツメガナイトとか来んのかな。ああ、そうですね。で、今回僕は施設ないので、ユニットでね、下からか出してくるところを、まあ、スペルでね、処理して突破してくるんだと思うんですが、ここのスペルですね、ライトニングかファイボクポイズン、ああ、ポイズンか。まあ、ポイズンならみたいな。よいしょ。さあ、うわ、待って、飛んじゃうのか、それ。なんで飛んだ？あ、でもこれは、程よくカウンターになる。迫撃も受けないといけないし、このエリババもね、相手地味に受けないといけない。え、これエリババ入るくない？エリババ？いや、エリババこれ爆入るっすよ、これ。僕そっち攻めてないのに。いや、強っ。いや、もう一発。いや、やりすぎ、やりすぎ、やりすぎ。そんな求めてなかった、君に。いや、相手、諦めるんかい。早いわ。いや、でも、マジでエリババが強いんですね。今みたいに、エリババで守って、エリババの前にアイゴレつけれるか、まあ、ディガーつけれるだけで、それだけでカウンターになるんですよね。で、その間に、迫撃で攻めて、みたいなことがまた無限に続くので、マジで守ったエリババにアイゴレだったり、ディガーをつなげるだけで、もうね、今みたいにいかれます。いや、でかいですね。さあ、グッドゲームでございます。で、たまになんですけども、たまにというか、迫撃を置いても全然攻めが通らない。
例えば迫撃の前にテスラ置かれたりとか、まあ、エレキとかマスケムートを、ね、出されるとなかなかやっぱ迫撃が通らないんですよ。そういう時は迫撃置いてその瞬間相手が迫撃の目の前に何かを出してくる瞬間とかにエリババをね、あのこんにちはってこう出してあげると相手もねびっくりしてとかびっくりしてとかユニット出したやつをもうご対面するんですよ。急に相手のユニットとエリババがねもうお互い鉢合わせしてエリババがねいきなり襲いかかってあの迫撃砲ね通せるっていうのがあるので、なんか相手迫撃砲初っ端からしたら良くないんですけども、迫撃砲置いてなかなかね攻めが通んない、相手が毎回ムートで受けてくるな、毎回エレキで受けてくるなとかこうだんだん分かってきたら次も来るような読みのエリババ出してあげるとあのワンパンできたりします。たまにですがね、そういうこともあります。なんでまあそこはまあ状況に応じてですね。さあよろしく、やりゴブリンでとつってきます。さあ相手もやりゴブリン、この人なんかクエイク、クエイククエイクの人、クエイクの人って言い方なんか変ですけど、クエイク、あのスペル削り迫撃ですね。そうそうそう、ほぼクエイクで削る人ですね。まあだから迫撃砲が僕腐っちゃうんすよね。あ、でもロケの可能性もワンチャンはあるけど、多分ない気がするけどな。これロケだったらロケ撃たれますね。で、ディガーがあるのかな？ディガーがあるのかは不明。さあ、で、ロケット押しちょっとやだな、あれ。ちょっとやだな。ちょっとやだな。マスケとかにタグいかねえのかな。うん。まあ、この迫撃はもう一発ぐらいなら許容します。そうですね、相手はバルキリーか、バルキリー型のロケット押しでしたね。まあ、ロケアがちょっと厄介で迫撃を置いたら、まあ、これはクエイクなんじゃないのかな、どうなんでしょうか。暴発してくる、クエイクじゃねえのかな。じゃあ、いや、なんか普通クエイク打ってくると思うじゃないですか。ロケットなのかな、もしかしたら。あ、ロケ説もまあないこともないですよね、全然。いや、ロケなのかな。いや、マジで。ロケかクエイクか、それだけでも世界変わるんですよね、本当に。で、まあ基本的に動作やっぱずっと攻めたいんですけど、これ先出しバルキリーとかされちゃうとね、困っちゃうっすよね、僕も。え？ロケじゃないのかな。じゃあクエイクじゃないのかな。クエイクだと思うんだけどな。マジで。あ、クエイクでしたね。これディガーにだけ間に合わんか。てか近すぎたか。やべ。これ痛いっすね。さあ、なので、迫撃がまあ、腐りますね。基本的に腐る。まあ、そんな中で頑張っていきたい。おい、逆サイ持ってかれる。まあ持ってかれるぐらいなら。よいしょ。まあで、基本的にこう逆サイずっと攻めちゃいたいっすよね。そしたら相手もクエイク打つかどうか悩みますもんね。さあ、延命したいけど、まあ延命はできないで、まあここはもうバルキリーか。はい。さあ、ケツマスから。まあスペル削り対決っすね。本当にマジ。スペルでどっちが多く削れるか。よいしょ。さあ、そのロケット押しも嫌ですよね。まあでもこれはトルネか、トルネ押したいがワンチャン突破できないのか。エイボは殴れ、エイボは殴れよ、エイボ。お、待って、マスク入ってる、熱い。いや、マスク入ってる。君に求めてはなかったんだよな、俺も。よし、やべ、オッケーオッケー。いや、いい、熱い熱い。で、緊急度してるから、ここ徹底したいんですけど、徹底しない方がいいかもしれないですね。絶対バルキリーで拾われるんで。オッケー、次から徹底せずに行きたいな。いや、なんでこっち来た、お前。帰れ帰れ帰れ。帰れ帰れ。帰れ帰れ。来んな来んな来んな。あ、待って、これタワーに当たらん。何この位置のウッド。いや、当たる？当たってる。よくオッケーオッケー。よくやった。で、まあ、あとはファイボでね、削っていきます。相手クエイクあるんで。てか、こう、スケとかでね、マイク押されるんで、積極的にスペル打っていきます。で、アイゴレをね、剥がすトルネとかも多分来ますね。さあ、積極的に攻めてきます。で、スキが絶対来るので、それをやる用の、
で、スペルでもガンガン削って、オッキョキョキ。さあ、頭打っとけないかな。よし、まあ、クエイクなので、僕のマスケちゃんがずっと行きますよね。オッケー、グッドだけ。エリババ自体はまあ、活躍したかって言われると、まあ、相手の陸受けも豊富ですしね、全然出した回数も多分1回あるかどうかとか、そんな感じなんですが、いや、熱いですね。まあ、ロケットだと、まあ、マスケも迫撃もまあ、そこそこ生きる。で、クエイクだと、まあ、マスケとエリババがまあ、生きる。で、相手がファイボだと、まあ、マスケも、迫撃も、エリババもまあ、一応すべて残る。で、ポイズンでもまあ、ほぼすべて残る。で、まあ、ライトニングだと、まあ、どっかは突破されるんですけど、迫撃壊されたり、マスケ処理されたり、エリババ処理されたりはあるんですけど、まあ、どこかは生きるよね、というので、この迫撃、マスケ、エリババの3点セットが、絶対突破されないんですよね。そう。3つとも一気に破壊されるっていうのは、まあ、自分のコストがない場面とか、本当なんかそういったことでしかね、ないので、基本的にはもう突破されない。最強の形ですね。この3点が。鉄壁ですね。さあ来た。よろしく。ま、で、とつり隊のやりゴムです。で、このやりゴムの位置ね、よく言ってるんですが、隅っこに出した方がいいです。一番前列の一番隅っこですね。そしたら、後ろのやりゴブリンが、はいよ、行けよ、お前って押して、いつもよりダメージが入ります。まあ、レイジザップなので、電車デッキこんにちはです。いやー、電車デッキきつ。あれ違うのかな単純に、スパーキーレイジか。はい。エリポンがなさそうですね。さあ、来ました。いやー、まあ、スパーキーレイジもきつそうですね。このデッキさては。デリバリーとか欲しくなっちゃうな。スパーキーの受けがもう天才の人しか多分受けれないですよね。だってゴブジェイスパーキーレイジエリババーとかされるだけでも終わりそうなデッキですもんね。これさあ天才なら守れる。よしよし、はい、僕天才で、これカウンターでね、マジアイゴレつけるとか、お前手出すな手出すな、俺のエリババに。で、まあ、この辺にね、絶対なんか来る。いやー、いい位置のディガーです。こんにちは、ディガー。よしよし。いや、え？思ってる入ってねえな。いやー、打っとっとけばよかったな。マジ打っとっとけば終わってただろ、絶対これ。いやー、さあ、攻め100万チャンしたいけど、攻め100したら今、相手もコストがないんでね、絶対入るんですよ。そう、絶対入るんだけど、結局遅れてスパーキーとか出されて、カウンターでゴブジェイとかされるとちょっと怖いので、一回ね、守ることだけ考えます。よし。さあ、で、とつり隊のやりゴブ。まあ、さっきみたいに、アイゴレか、まあ、やりゴブですね、をスパーキーに打たして、スパーキーにエリババ当てちまえば守れると思うんですよ。で、ギリギリのところでウッドもちょっと欲しいですね。そう、アイゴレ、エリババでウッドかな。アイゴレエリババでウッドがいる。ウッド打たなきゃ。ああ強っ、ちょっと待って、びっくり、それはマジでびっくり。ああ、でここはまあ回収されるので、もう一回これを繰り返して守ります。310だもんな。もう勝ったようなもんですからね、守れば。なんなら最悪迫撃とファイボで落とせそう。あれ、よし、まあまあまあ、やりゴブに打たして、アイゴレで竹取って、ウッドで、おっき、あ、待って、やばい、逆が。やべ、待って待って。危ない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 、やば、やば、エリババ、エリババ、エリババマジでヤンキーすぎ。もうかけて竹取って、よし、いや、さすがに、あ、待って、逆が落ちる。エリババマジでヤンキーすぎ。やべえ、やべえ、ナイスナイスナイス、危ねえ。いや、さすがに。いや、やばいっすね。マジでヒヤヒヤしますね。エリババリージがタワーの目の前いると。いや、怖すぎましたが、まあ僕のエリババもね、相手が止まんなかったと。まあ、いうわけで、エリババがね、強いのはまだまだ続きそうなので、皆さんもぜひね、このエリババ迫撃デッキ使って世界一目指してみてはどうでしょうか。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。